ナンバーアンダーライン愛のデビューアルバム、ノー1が記録的大ヒット。40万枚突破の脅威。今後の活躍に期待。海外進出も視野に。2024年アルバム初週売上ランキング2位。ナンバーアンダーライン愛のデビューアルバム、ノー1が2024年10月2日に発表されたビルボードジャパン週間アルバム、セールス、チャート、トップアルバムズセールスで、初週売上40万4005枚を記録し、堂々の首位を獲得した。この快挙は、特に物理的な店舗での販売が行われていない中での達成という点で、業界に衝撃を与えている。通常、アルバムの大規模な販売には、CD ショップや大手チェーンでの露出が不可欠とされるが、ナンバーアンダーライン愛は自社サイトを中心に販売を展開し、オンラインを主力としたセールス戦略で成功を収めたことは特筆すべきだ。アルバムが物理的な販売なしで40万枚を超えるというのは、非常に珍しいケースであり、彼らのファンベースの強さとデジタル時代の新しい販売モデルの可能性を示している。ノー1は、ナンバーアンダーライン愛にとって初のフルアルバムであり、すでにリリースされていた楽曲、ゴートや、平野翔がプロデュースした、ボン・ジングー・ジ・ユタが手掛けたリードトラック、INZM などのヒット曲を含んでいる。また、各メンバーが個々に手掛けたソロ曲も収録されており、合計13曲、通常版では14曲という豪華な内容となっている。これらの曲は、単にメンバーの個性を反映したものではなく、彼らがアーティストとしての成長を遂げ、音楽的な多様性を示す作品となっている。ソロ曲、by7/24、透明になりたいレシピなどは、それぞれが異なる音楽的スタイルやテーマを持っており、アルバム全体として非常にバランスの取れた作品に仕上がっている。今回のノー1のセールスは、2024年度のアルバム初週売上ランキングにおいて、セブンティーンの17 is right here に次ぐ2位となった。セブンティーンの作品は、初週で40万4245枚を売り上げており、わずかにナンバーアンダーライン愛のノー1を上回っているが、40万枚を超えたアルバムは2024年に入ってわずかに作しかないことからも、今回の快挙がいかに大きなものであるかがわかる。さらに、ナンバーアンダーライン愛がインディーズとして活動していることも、この結果を一層際立たせる要因となっている。一般的に、メジャーレーベルからのリリースに比べて、インディーズのアーティストがこれほどの販売数を達成するのは非常に困難とされている。にもかかわらず、彼らは自社レーベルを通じてこの偉業を達成し、その影響力を国内外に広げている。ノー1がここまでの成功を収めた背景には、彼らの音楽的な才能だけでなく、プロモーションやマーケティングの戦略も重要な役割を果たしている。アルバムのリリースに先立って行われたプロモーション活動では、SNS や動画配信プラットフォームを駆使し、ファンとの強固なつながりを築いてきた。特に、平野翔や神宮寺勇太といった知名度の高いメンバーが、積極的に SNS 上でのプロモーションを展開したことは、ファン層の拡大に大きく貢献した。また、ファンとのインタラクションを重視することで、アルバムのリリース前から期待感を高め、発売日には多くのファンが一斉にアルバムを購入するという形で、その結果が売り上げに直結した。さらに、ナンバーアンダーライン愛の音楽は、単なるポップミュージックの枠を超えたものとして評価されている。彼らの楽曲は、ジャンルの枠を超え、R&B、ヒップホップ、エレクトロニカなど、様々な音楽スタイルを取り入れており、音楽的に幅広い層にアピールしている。また、歌詞には社会的なメッセージや、彼ら自身の経験に基づく個人的な感情が込められており、リスナーに深い共感を呼び起こす要素が多く含まれている。これらの要素が相まって、ファンだけでなく、音楽評論家や業界関係者からも高く評価されている。その一方で、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、個々の活動でも活躍を見せている。平野翔は俳優としても成功を収めており、彼の出演する映画やドラマは常に話題となっている。また、神宮寺勇太はバラエティ番組や舞台でも活動しており、その多彩さが評価されている。これらの個々の活動がグループ全体の知名度向上にも寄与しており、彼らのアルバムが広く注目を集める要因となっている。アルバム、ノー1の成功は、今後のナンバーアンダーライン愛のさらなる飛躍を予感させるものだ。
彼らはすでに次なる目標として、年末の音楽特番や紅白歌合戦への出場を視野に入れているとされており、今後の活動にも大きな期待が寄せられている。また、海外での展開も視野に入れているとされており、アジアだけでなく、欧米市場への進出も視野に入れているという。これまでに数々の国内アーティストが海外進出に挑戦してきたが、ナンバーアンダーラインアイのように、インディーズとして成功を収めたグループがどのようにして国際的な舞台で戦うのか、その行方にも注目が集まっている。このように、ナンバーアンダーラインアイの NO1 は、単なるアルバムの成功にとどまらず、音楽業界全体に大きな影響を与える出来事となっている。特に、自社レーベルによる販売や、オンラインを主力としたプロモーション戦略は、今後のアーティストたちにとって新たなモデルとなりうるだろう。デジタル時代において、アーティストがどのようにしてファンとの距離を縮め、直接的なつながりを築いていくかがますます重要となっている。その意味でも、ナンバーアンダーラインアイの成功は、音楽業界全体にとって一つの転機となる可能性がある。彼らの今後の展開には大きな期待が寄せられているが、その一方で、ナンバーアンダーラインアイ自身もさらなる音楽的な進化を目指している。すでに次のアルバム制作に向けた準備が進んでいるとされ、彼らが次にどのような音楽を届けてくれるのか、多くのファンが注目している。また、今後のライブ活動やツアーについても、詳細が待たれるところであり、ファンとの直接的な交流の機会が増えることが期待されている。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、これまでの成功に甘んじることなく、常に新しい挑戦を求めている。彼らの音楽に対する情熱と、ファンへの感謝の気持ちは、常に彼らの活動の原動力となっており、その姿勢がファンに支持され続けている。今後、どのような道を歩んでいくのか、そしてどのようにして音楽シーンにさらなるインパクトを与えていくのか、ナンバーアンダーラインアイの未来は非常に明るいと言えるだろう。ナンバーアンダーラインアイの未来を語る上で重要なのは、彼らがどのようにして現在の成功を築き上げたのか、その背景にある努力や戦略である。デビュー当初から、彼らはただのアイドルグループではなく、アーティスト集団としてのアイデンティティを強く意識して活動してきた。多くのアイドルグループが、ビジュアルやパフォーマンス面での魅力に焦点を当てる中、ナンバーアンダーラインアイは音楽的な側面に重点を置き、メンバー自らが作詞作曲に携わるなど、クリエイティブな才能を発揮してきた。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントの枠を超えて、聴く者に深い感情を呼び起こす作品が多い。これは、彼らが自分たちの経験や感情を素直に表現することを大切にしているためであり、その誠実さがファンの心を掴んで離さない要因の一つとなっている。また、彼らの成功は、ファンとの強固なコミュニケーションによって支えられている。SNS やライブ配信を通じて、ナンバーアンダーライン愛は、ファンとの対話を大切にしており、リアルタイムでの反応を見ながら、彼ら自身の活動や楽曲にフィードバックを反映させている。特に、自社レーベルでの活動が彼らに大きな自由を与えており、その自由度の高さが、彼らの音楽的探求心や新しい挑戦を可能にしている。これにより、ファンは単なる受け手ではなく、彼らの音楽作りの一部に参加しているかのような感覚を抱くことができる。この双方向の関係性は、従来のアイドルとファンの関係とは一線を画しており、彼らが次世代の音楽シーンをリードする存在として注目される理由の一つでもある。加えて、彼らのプロモーション戦略は非常に洗練されており、デジタルプラットフォームを駆使した広範なキャンペーンが功を奏している。特に YouTube や TikTok などの動画プラットフォームでは、楽曲の一部がバイラルヒットし、多くの新規ファンを獲得することに成功している。これにより、彼らの楽曲は既存のファン層にとどまらず、幅広い層にアピールすることができた。さらに、SNS 上でのハッシュタグキャンペーンやファンアートコンテストなど、ファンが積極的に参加できる施策を展開することで、アルバムリリースに向けた熱気を高め、初週売上40万枚超えという驚異的な数字につながった。一方で、音楽的な質の高さも彼らの成功を支える重要な要素である。NO1 に収録されている楽曲は、ポップスからヒップホップ、エレクトロニカ、バラードに至るまで、多岐にわたるジャンルを取り入れており、
彼らが幅広い音楽的素養を持っていることを証明している。平野翔がプロデュースしたボムは力強いビートとキャッチーなメロディラインが特徴的で、ライブでもファンを熱狂させるナンバーとなっている。一方で神宮寺勇太が手掛けた INZM は彼の繊細な音楽センスが光る楽曲で、メッセージ性の強いリリックとエモショナルなサウンドが融合しており、アルバム全体に深みを与えている。またメンバーそれぞれのソロ曲も個々の個性や音楽的ルーツが反映された独自性の高い作品ばかりで、ファンだけでなく音楽ファン全般にも広く支持されている。